はいどうも、サイトファクトリーです。今日ね、散歩今年ぐらい、今年からはね、ちょっとね、気楽に行こうかなと思って、もう全部ね、ぐるっと車取ったから、あとはなんか見ながら、なんかもう気に留まる車をつついていくだけもうだってこの辺さ、もう見慣れすぎちゃってるんで、だからね、カズミくん触れてほしいって言ってたからね、多分ね、三段三段映してたけど、カズミくんってなんかでもめっちゃ俺触れてって、俺触れてって感じだったから、結構欲しがりなの。そう、欲しがりさんだから、ちょっとね、なんかね、これで穴探しとくとね、次回なんか穴直してくるから、なんか穴見つけよう。なんかいい穴ない？メータリングとかもついてんだよな。あ、でもさ、あそこのさ、エアコンのさ、吹き出し口の上のところ、あのラブホテルのスケベースみたいな色してるよね。あれ、もともとメッキっす。嘘でしょ？メッキ？シルバー。あ、ここ、あ、ほんとだ。あー、やべ。ちょっと待って。自然に返して。あー、なるほどね。じゃあ、次回あれ、塗り直し。直してほしいところ。直してほしいところ。いや、あー、このね、なんかね、マフラー。あれらしい、なんかスピリッツのマフラーでチタンじゃないやつ、なんかこの世の中に5本だか3本しかないらしいよ。めっちゃ激レア。そのうちの1本らしいよ。どうも。なんかね、社長も和美くんも言ってた。めっちゃこれ盗んだらバレる。ああ、バレる。ああ。こいつ、あれ、このマフラー重いぞってやったらバレる。スピリッツの出口なのにって。ああ、これ。ではないね。いや、一緒。こっちはチタン。こっちチタン。これでサイダーさんのあれだから。ああ。足下だから。アシシャ、焦がしは仕様だから、焦がしは仕様、アシシャの今あれだから分かんないよな。でもさ、ね、俺らさ、でもこのペースで散歩したらまだ2時間ぐらいかかりそうだよね。もうちょっとパンパン入れます。いや、そのもうちょっと多分ね、どっか当たり障りのない車はね、パンパン行く予定だけど、もうだってこの辺さ、もうこの辺パン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 。これまさやの。ちょっと綺麗になった。そう、ちょっと綺麗になった C28 風ホイールとか履いてるし。あ、パチモンなんだ。パチモンでね、ミラーとかもね、なんかね、くすんでるしね。あ、まあそこら辺がね。そうそうそう、そこら辺がね。で、これね、この人ね、秋葉原になんかよくいるらしい。あ、そうなんですか。でね、俺なんかね、初対面でね、なんかラブホテルのスケベースって言っちゃったような気がするんだよ、からに。いや、それの例えしか出てこない。そう、なんか大体さ、語彙力のなさがバレてるんですよ。やばいじゃん。ちょっとなんか語彙力のある、じゃあカラー例えてよ。これ練馬走ってるビッグスクーターの色とか。うわ、めっちゃ、怒られるじゃん、俺。なんかディスってしか言えないじゃん。ほら、ファイルとかさ、全部パーフェクトセット買ってくれてんだからさ。もうありがとうございます。ありがとうございます。大穴っすよ、そんな。もうどうしよう、キャリパーの色が綺麗です。もうどうするよ、もう本当に。相当ぶっ飛ばしてきたんですか ね相当ぶっ飛ばして。新潟、あ、この人だって新潟。あ、だってさ、これエンジンフード自作らしいよ、これ。この人、ほら、だ俺だってさ、止まってんの見てさ、やべえ、エンジンフード自作っすねって言ったもん。すごいっすね。ちょっとさ、マジどういうこと。痺れる。え、嘘。痺れる。嘘。行きましょう、次。そうだね。ほんとさ、これ初めて見たのね。うん、何の違うんだろう。あ、ほんとだ、これ。これなんですかね。わかんない。わかんねえ車が多いんだよ。いや、これは TRD だね。TRD です。あ、これもね、ファイル入ってる。ああ。やっぱそう、ファイル挿しといたら、はい、ちょっと映るかもよって言ってある。ただ映る約束はしないよって言った。ああ、ね、見落としてる。そうじゃないとさ、ケビン君ご主義出せないから。ああ、そうか。育休中ですから、彼。出身したわけです。この人ね、どっかの道の駅で寝てんの見た。寝てる。夜中見た。さすがにちょっと起こせないですか。起こせない。もうこの辺。お、37だ。あれ、これ37だよな。37、あれ。これ知らない人だけど、結構やっぱ37ド定番だけど、やっぱド定番がいいんだよね。そうですよね、やっぱ間違いないスタイルですよね。そうド定番でいくか、やっぱちょっと崩していくっていうかさ、なんか奇抜を極めていくけど外さずにね、いける人って少ないよね。あ、奇抜を極めて外さずいくのって難しいよね。確かになかなかセンス問われますね。そう、センス問われるよね。エンジンフード綺麗だな。うわ、カーボン本物だ。あ、本物だよね。もう綺麗だな。これは、この TRD か。TRD ってこんなだっけ。なんか色が違うとなんか別物に見えるよね。そうですね。お、なんかすごい推し。こういうの作れるんですか。わかんない。ラッピングがいくんですか。どうするんだろうね。
セブンイレブンとかでさ、カラーコピーミーンってして両面テープ。いやこんなセブンイレブンできないでしょ。みんなやるでしょ。俺らのジャンルとは違うから分かんないよね、作り方も。気になるけど、ね。あ、そう、真っ黄色。ホイールも黄色い。本当だ。金運すごそう。金運関係あるな。金運関係あるだ。黄色は金運上がるって言うじゃん。まあまあまあ、いやもう気の持ちようよね。まあそうだよね、気の持ちようだよね。あ、これも37だ、気の持ち。で、バツ丸くん、丸バツくんじゃないよね、バツ丸くんだよね。多分そうっすね。そう、バツ丸くんだよね。もう触れるのバツ丸くんだけ。いや、車じゃないんかい。あ、でもね、バツ丸くんファイル買ってくれてるよ、ほら。あ、ファイル買ってくれてる。あ、ファイル買ってくれてるから、フロントも写してあげよう。なんかね、あ、そうそう、なんかね、バンパーカーボンらしい、塗っちゃったらしいけど、先輩に色違いのバンパー買わされた後輩っていう設定だからこれ。セルシオなんか先輩セルシオ。みんなほんと遠いところからよく来てるよな、みんなよくやってる。おー、なんかこれかっこいいな。あれ、なんか違うよね。だってワイドだよね。オリジナルワイドかな。え、これなんでワイドワークなの。あ、ボディ。多分自分で作ったからじゃない？うん、ほら。え、これめっちゃかっこいい。オリジナルワイドフェンダーだって。ピンクの時いいっすね。あ、これあれか、コマさんと同じこれか。ああ、そうだね。あ、ミライワークスさんって、ミライワークスさん来てたんだ。そう、エントリーは入ってたけど、車屋さん。あ、車屋さん。そう、車屋さんの。うん、これ、あ、こっから継いでるんだ。これすごいっすね。これすごいね。ただマジさ、このセットのさ、ホイール買うと高いし重いからさ、いや、それでなんか俺は手出せないんだよね。ほんとなんかエンジンルームもあれだし、なんかやりきってるね。なんかここもスムージングされてるもんね。こう、なんかやることやってるよな。なんかサイドブレーキさ、なんかジムカーナ用みたいになってるよ。本当だ、延長サイト。延長サイトだよね。やば、マジで。どれだけ俺ら時間かかるんだろう、これ。まあ、もう巻くとこ巻かないといけないけどさ、意外とファイル買ってくれてる人多いんよ。ああ、でも嬉しいことっすね。そう、嬉しいことだよね。ケビン、そう。ケビン君から中抜きでお金もらおう。逆にあの、売り上げからちょっとね。うん、ちょっと。引っ張ってるね。俺売ったからさ、ちょうだいよ、つって言って。この辺パンパンいけるな。まあ、俺今回あれだ、気になる車両だけって言ってあるから、気になる車両だけって言ってあるから、まあ割かしパンパン行ってもいい。なんかね、いいよね。この穴開きのさ、錆止めしないところがさ、なんかいい。ワイルドなんかいいよね。だって、養生まだ張りっぱなしですよ。ああ、ほんとだ。まあ、これから持ち上げして、あれじゃない、ピタッと止めたらさ、もうこれでいいやってなって剥がしたら元に戻らないかもしれないって隙間埋めて、なんてこと。しかも純正広げるなら純正にするならさ、ワイトレ入れるかすればいいのにね。まあ、伸びしろがありますね。伸びしろうまくまとめましたね。ラリーの横澤さん、あ、シール買ってくれてる。去年シールを買ってくれてるラリーの横澤さん、すごいよな。ね、MRS でラリーだから。これササピピ4スローなんだよね。すごいっすよね。これやば。うん、なんかスタンス系らしいよ。なんでそれなのに 2Z 乗せたのかよくわからないけど、バカうるせえんだよこのマフラー、バカうるせえんだよこのマフラーがね。ね、ここもスパンといける。通りますよ。これさ、よくわからないんだよね、これ。そう、どうなってんのこれ。作ってますよ、テッパン。ミニキャブラス。本来ここのラインでなってる部分を鉄板で作って。で裏から見たら溶接跡があるから。見るとこが溶接屋さんですね。いやだからもう切った貼ったみたいなよ。切った叩いた。これなんかね、一時前のアメ車みたいにこのテールこんな感じじゃなかった、なんか。そうですね。あるよね、こんな感じの。絶対そう思うだけど。これいいよな。ちょっと作ろうとはならないけど作れないよ。俺のねちょっと技量だと無理があるよね。なんかみんな気合入ってんな。なんか違うのついてる。ターボだ。あ、ターボだ。へえー、
なんかホイール綺麗だとさ、なんか映えるよね。いいっすね。でもホロぐちゃぐちゃなんだよ。あ、でもあれすごい親近感。親近感湧く。親近感湧く。なんかさ、珍しい色なのに結構似てる色いるんですね。オルペンっぽいよね。うん、まあオルペンだよなこの色。見てよ巨乳。巨乳。あれも対抗して貧乳ステッカー作るしかないよね誰か。そうですね。まあ、やっぱいろんな世界線ありますから、ね。あ、とそうだ、いろいろ世界線あるからね。ほらもう群馬の人ちゃんとバンパーついてるからね。ついてるよ今回は。そうか。群馬の人バンパーちゃんとついちゃってるからちょっと優等生なんだよ。でもダクテルかっこいいな。あれスピーツですよね。結構ごついですね。ごついよね。なんかみんなさ、なんか個性を出しに来てるよないろいろなところで。いろいろ回り道過ぎちゃったけど、人生ね回り道が多いから。ランボルギーニの色でしょ。あ、そう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 。うん。たったオイルだけで気にすることがなくなる。37。わあでもだいぶなんかだいぶ散歩感が出てきた。いやちょっとこのラフ感がいい。あ、ラフ感がいいよね。もうずっと喋ってるとね疲れちゃうからね。あ、うん。マフラーの見たことあるっすね。でもステッカー買ってくれてるよ。ステッカー買ってくれてるから、このマフラーの違う人ですか、ね、違う人じゃない。俺知らないよ。しか、あ、いわきだって結構遠いね。そうですね。結構遠いね。結構下ね。あ、これあれこの人ね、な今日遅刻し、あれ遅刻した人じゃないかな。あ、そう遅刻、寝坊した人。寝坊した森村さん。そうスタッフが寝坊。いつも毎年ねキーパーかけてきてるんだけどな、なんか昨日だからラリー見に行ってたからね洗車してない。いつもピカピカだったのに、もうやっぱ忙しかったんだろうな。コルトだけなのにね。厳しい。車綺麗なのに。あ、なんかね、スピリッツあれ売り始めたらしいよ。あ、さっきの車もついてました。そうそう、なんか下取りありとなしでね選べるらしくて。え、コア返しってこと？うん、そう。だからもうバッて外してそのままだから交換するか、下取りなしでかを選べるらしくて。最初なんかこれ塗ってもパッとしねえかなと思ったけど、塗られたやつ出てきたらかっこいいよね。うん。あ、なんかみんな買ってるや。ほら、みんな買ってる、こっちも買ってる。なんかすごい強そう。マフラー、ここ出口流行り？こっちすごいっすね。あ、そうね、上の人はなんかここから出すのが流行りなのと。そう、さっき話したんですけど、うん、純正カットで一番好きかもしれない。ああ、だってさ、これちゃんとここ作ってるもんね、これ。すごいっすね、溶接だもんね。これかっこいいね。やっぱこうなんかうわって感じしないとさ、やっぱもう語彙力疲れてきてなくなってきちゃうんだけどさ。いい感じ。初手の初手でもさ、なんかもう結構ねヘロヘロめなんだよね。ほらもうファイル買ってくれてるもん。ほらインスタ写しとこう。アイライン眠そう。ああこれか。これは覚えてる。アイラインは覚えてる。ちょっと荒探そう。おお、ほらほら、多分ねこれ違う。ほらこの辺のラインが違う。カットライン。あとでこれ動画の最後の自分のを見せてね、ちゃんと。やだ。あれ俺ピンホールだらけだからやだ。いやー、なんか探そう。あー、ピンホールはないね。うん、ちょっと角度が違う。うん、厳しいな。今日厳しいな。なんか強そうで、こっちはまあケツから映したんですけど、うん、そのまま顔行きました、ね、あ、ちょっとね、これ行きたいよね、これ。これね、すごいっすね。でこれ乗ったら壊れっかな。絶対壊れるね。なんかアタック勢はさ、乗っても大丈夫なように作れって言われるんだよらしいっすね。ね、ちょっとなんか どうしますどうしますジャンマケで乗る。50キロの人乗ってもらって大丈夫でした。うお、本当、乗れるんだ。あ、オーナーさんですか。オーナーです。あー、いや、ここのカットしてここをカットするっていうその発想、びっくりしました。あ、結構今のコメントもびっくりしたっすけど、うん、もうね疲れてるんだから勘弁してよ。カットして、もう俺ねこれ見て次、あ、俺純正切ろうかなって思った。あ、ね、あ、純正切って開けるとさ、ちょっとなんかくちゃーんってした感じになるから。これヤフオクバンパーかです。あの安い1万8000とかで。こんな1万8000と切り刻めるよね。切り刻んで、で足りない部分パテで、ああ、パテで埋めて。
これはね、あの色ミレニアムジレードだっけ。そのうち、あ、そうです。あ、ちょっと間に合わなかったんですけど、寝るのはこの車両ね、俺すごい会いたかった、うん、会いたかった。マジ、ちょっとじゃあケンピョンちょっと乗ってみれば。ちょっと俺、人の車、人様の車には、あ、なんかまさに案内してあげて。いやー、50キロ大丈夫だから、まあ、うん、怖いよね。大丈夫かなって。これでグサーとかなったらね、初の器物破損。確かに初の。なんかステージ2に加工された跡がある。おー、そうですね、ちょっと意外と塗ってみたらボコボコで。あー、ステージ21あるある。そうです。あー、そうだよ、この車両の話を喋りたかったんだよな。また時間あればゆっくり来よう。もうどんどん回らないとね。北日本で多分一番遠いかな、山形。え、あー、山形遠いな。もう一台いますけど、山形。あれ、スピリッツのパーカー着てる。回し物ですか、スピリッツの。ボールバーが回し物。あー、なるほど。毎年、あの、去年から始めましたけど、あの去年あの社長に芋に渡しました。あれ、俺もらってないんだけどな、俺主催なんだけど、主催なんだけどな。崇拝する、やっぱり神。減点5ぐらいだね。ここは多分ここだけカットされる。ここだけカットされる。それだよ、お土産なんか社長にはあるけど俺がないちょっとあれだな。ダッチーさんとかはね、もう この辺の面々ね、もうよく見る。お、ガラスエッジ。これ今ダメなんでしょ。まあ、なんかさ、ダメだって言われたよね。お、ファイル2枚買ってくれてる。急に手のひら返せ。おー、これ、わー、かっこいいな、この車。すごいな。手のひら返す。あ、すごいな、ファイル2枚も買ってくれてる。いや、当たり前だよ。要は金だ。でもさ、うん、真面目にいくとさ、なんかちょっと一昔前のセンスにいいよね。このそうすね、スモークテールとこれ。あ、ハンドルイメージこうやって持ってそう。あ、ちやっぱやんちゃな人なんですかね。多分やんちゃな人だと思うよ。多分ね、イオンの駐車場でね、2足で蹴る人。駐車場はゆっくり走って。ワンって言ってからワンって。ホイールめっちゃ綺麗、ね、やば。昨日買ってきましたね。本当だよね、昨日買ってきましたみたいな。どうしてみんなそんな綺麗に車乗れるのかさ、俺理解。すごいっすね。え、初めて見た。あ、本当だ、ね、こういうのはつついていいんですか。うん、大丈夫だよ。別にあの散歩だからね、何つついたって何喋ったってね、いいのよ。俺ら2人だから。そうか、結局いつも喋ってるようなこと。うわ、そう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 。あのもうね、動画あんま関係ない。一応カメラ持ってっけど、撮れてるか分かんない。俺だってもっと見てないからね。なんかもう勝手に、おメタさん。お、なんかさ、綺麗だよね。うん、やっぱヘッドライト新品にすると一気になんかこう違うよね。車のさ、ボロッチさが違うよね。やっぱレベルが違う。間違いないですね、ライト大事ですね。ライト大事、しかもホイールもペカペカだし、うん、なんと言ってるね、クリアファイル買ってくれてる。また金か、金の話だよ。メタさんね、いつもいろいろ買ってくれるからね、もううちのお得意さんだからね。もう本当になんか結構こうやって見るとさ、知らないホイールいっぱいあるね。そうっすね、なんか見たことねえホイール多いなって思いながら。あのさ、はい、新木場のさ、はい、U ターンさ、寄せてった時だと。マーク2とかで。あ、そうそうそう、マーク2とかで。あの、筑波のガードレール。あー。で、サマータイヤで突っ込んだんですよ。あー。で、出れなくて、スキルがなかったんで、クラッチ1回壊してます。あれ？っていうか、このホイールもしかして。